よし、じゃあ今日もワイフファイターの続きやっていこう。で、今日は、なんと、5人目ラストだね、多分この人が。あれ、あれだね、なんか部族なのかな。なんかワンピースに出てきそうな肉食ってるけど、じゃあこいつやっていこう。お、部族だ、やっぱり。部族の戦士、海。アマゾンの樹海の奥地。知られざる部族の出身。野生動物を飼って生きる野生児。一般的な言葉を知らないため、しばしばうねり声や鳴き声で意思表示する。純粋無垢で、恋愛感情を理解できない。なんかピクル、なんかバキのピクルみたいな感じなのかな、なんか。うなり声とか鳴き声で意思表示するってことは。あ、でもなんか、可愛いね、この子も。まあじゃあこの子もやってみるか。ファイトストーリー行きましょうか。いやー、ほんとだ、なんか。何言ってるか全然わかんねえわ。これ審判訳してくんないかな。有能審判。あいつすごいからな。トリリンガル、もうトリリンガルどころじゃないからな。何カ国語を操るんだって感じだけど。まさかこの部族の言葉も翻訳しててくれるとかないかな。なんだこいつは。なんか、ベジータみたいな感じだったな、ちょっと。赤ん坊みたいなセリフだな。この方が対戦相手のウミー選手です。こいつは何をしている？なぜずっと叫んでいるんだ？まさか言葉を話せないのか？あう、うやー、え、マジで何を言ってるんだこいつは。ウミー選手は古来よりジャングルの奥地に住まう歴史ある民族の出身です。彼女たちの部族は独特な言語を使用しますので、僕が通訳しましょう。おい、審判が有能すぎる、マジで。審判やるな。やう。海選手は最も強く健康で優れた男性を探すために苦闘大会に参加したと言っています。もうなんか結構ありそうな展開だな、それは。彼女自身を打ち倒し、そして我らが王にふさわしい素質を有する男性は、ジャングルの部族に迎えられ、一族を支配する。うわ、なんて読むのこれ。なんで族長とかじゃないのかな。となります。読めねえこれ。なお、敗北した男は生贄にされ、ぶっ転がされるの、それ貝に金玉を捧げられるとのことです。そこなんだ。まあ結構神聖な部位なのかな、この部族にとっては。話の内容はともかく、何をどうすれば今の長い話がヤウの二文字に収まるんだ。確かにな、すごいな、ヤウめっちゃもう短縮してんだろうな。俺はお前らの部族にをたまうん、あ、王にも興味がない。もうさっき金玉が出ちゃってるから、もう玉に見えちゃってるわ。無論金玉を捧げるつもりもない。まあ、もう男の中で結構重要な部位だからな、金玉って。俺を倒せると思うならかかってくるがいい、女よ。これは何つってんだろうな。審判、今のは何と言っている？特に意味はないわ。ないんかい。ただ遠吠えしてるだけです。違いは分からん。もうなんか審判、なんか動物のあれだな。動物の言葉も分かりそうだね、犬とか猫とかの。それでは地上最強格闘大会第5回戦試合開始。おお、始まったぜ。ヤーフーっつってるね。なんか、マリオみたいな。来た。なんか、変な踊り踊ってる。変なステップ踊って。おお、いいね。押さー、押しちゃった。これね、押すと、押す、そう、押さない。この間が何だ、気になるんだよね。はいはいはい。簡単だね。おお、来た。連打タイム。お、でも結構、減りが、結構足りないかも。これ、体力持つかな、押さない。ちょっと持つか分かんない。なんでそのステップずっと踊ってんの、ちょっと気になるな、めっちゃ。はい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 。来た。わ、これ間に合わないかも。お、来たよ。危ねえ。やう。おお、勝手に翻訳されてる。やるね。海の攻撃を止めた男はお前が初めてだ。さっきのやうと変わんない。あの、二文字のやうと全然変わんない気がするけど。そんな意味込められてんだ。あう。来い。王の素質があるか確かめさせてもらおう。メルエムみたいな感じ。お前はもう破れている。お、もうすでに海はもう術にはまってたのか。もうやう、破れてんのか。おお、でもなんかこれはなんかあんま出てないから大丈夫そうかな。
うにゃー猫の叫び声みたいな。いや服がなぜ悪霊の仕業か。これ悪霊かな。見たか、これぞオストの剣、オストの剣の技。ヤウ、お前がやったのか。いやー、ヤウ、おのれ。あーね、結構際どいね。でもなんかこいつあれだな、腕に包帯巻いてなんか中二病っぽい感じのやつだな。なんかお前この部族にも中二病っていうのがあるのか。いや、うーや、よくも恥をかかせてくれたな。お前は生贄にしてやる。なんかこの包帯めくれてなんか漆黒の炎出てきたりしないのかな。何を言ってるかがわからんが、だいぶ怒っているようだな。なんか今の感じなんかラスボスっぽい。あれ、なんか体力回復してないの。大丈夫、さあかかってこい。あ、よかった、びっくりした。はい、簡単だな。なんかラスボスっぽい難しさはないな。はい、できたけど連打タイム。なんか真ん中のパンチはどっから繰り広げられてるのかわかんないけど、はい、押さないそのステップやめてほしい。はい、押さない。この真ん中なんだろうな。はい、俺もけた待って体力なかったかな。やべえな、また体力ミスってるわ。おー、疲れてる。これね、みんな一回もミスれないわ。これ全部パーフェクト取んなきゃ失敗になるわ。これ、いや、うわ、クソ、こいつくらえ、ホワッター信号出たわ、ホワッター。うーわー、いやー、見事な脚撃だ。だが俺の方が上だ。うわ、これでもまだあるな。これまだやらなきゃいけないのかな。うわ、なんだ、あ、いやー、なんだ、また破れるのか。破れた。これは絶対に見せられないよ。くんが参戦してるわ。いやー、海の首飾りか。おー、これもうちゃんと出ちゃってる。めっちゃ出ちゃってるわ、これ。うやー、海の大事な戦利品が、これ戦利品なんだ、この首飾り。わー、でもあれなんだね自分の、あれが出たことに対する感情はないのかな。なんだ、一体ウミー選手の部族は飼った動物を食料とする他に大事な家族や親友として敬う文化があります。へえ。彼女らは獲物の牙や歯を調度品や装飾品に加工し、共に生き、共に戦うことで親友が生きていた証とするのです。つまり聖志郎選手が装飾を破壊した先ほどの行為は彼女の親友に対する重大な侮辱であります。おわ、聖志郎やっちゃったわ、それは。多分この部族から全員に嫌われるんじゃないこれ。そうか、なるほど。うー、許さない、怖い、海が怖い。あー、うやー、絶対許せないぞ。始まるか。うーるるー、キュー、なんかアメリカの鶏の鳴き声みたいな感じするけど、フクドゥドゥルドゥみたいな感じなかったっけ。消え、クエウ、消えや、もう何言ってんだこいつ。なんだこの不穏な気配は。これは彼女の民族に伝わる狂信と呼ばれる禁忌の儀式何、なんかニーブラみたいなやつ出てくるのかな。ダンソン出てくる。神の力を自らの身に下ろす儀式により自身を最強の猛獣に変えると伝えられています。うぎうーきやーうわー、なんだ、うわ覚醒してる。なんか炎出てるぞ。やっぱこいつあれ炎出すじゃん。砲台破れてないな。でもあ、でも炎出すとこあってたわ。やっぱこいつ中二病なんだ。目赤くなってるし。くうぐわー、なんつってんだこいつ。マジ怖いなこいつ。こんな力があるのならなぜ最初から使わないんだ。確かにそれはそうだ、最初から使えばいいのにな。剣心アシュラの記載によると、神の力を扱うことは人の身にはあまりに過酷なのです。俺今剣心って言ったけど、これ剣士であってんのかな。丸の中わかんねえな俺。このアニメかわかんないけど、漫画かわかんないけど、知らないなこれ。有名なやつなのかな。それゆえにこの状態はせいぜい5分しか持ちません。ああそうなんだ。なんかもう使い終わったらめっちゃ疲れるみたいな、なるのかな。
おー、なんかもうこいつずっとステップ踏んでるの、なんかよくわかんないステップ。そうでしょ。ならば5分耐えれば俺の勝ちということか。いや5分も耐えれないって、こう無理無理無理。そうですね。ただなんだ、この状態で5分も戦えば全身に取り返しのつかない損傷を受けることになります。まあそうだろうね、ありがちだよねそういうのも。海選手は怒りで我を忘れています。おそらく途中で止まることもないでしょう。彼女はたとえ一命を取り留めたとしても二度と一人では歩くことすら、いや、やばいな。そんな、なんかゴンさん状態みたいになってるってこと。あー、ゴンさんになったらすっごいことなのかね、あれ。ジョネンシーはもう聞かなかったからな、あれ。世話の焼ける女だ。俺は戦うために来たんだ。人殺しではなく、神の力とやら、俺が止めてやろう。お、急に来るのか、ここから。お、来た。はい。あ、グッドだ。やばい、これやばいかもしれない。ミスったかも、普通に。はい。はい。はい。押さない。これグッドだったらなんかミスってる気がするな。あー、危ない。いける。もう、あ、いけ、あ、削れない。やばい。削れなかった。このターンで。あ、終わったかも、俺。みんな、失敗だ、これ。絶対失敗だ、これは。オッケー。うわ、むずすぎる、マジで。ああ。俺もこんなもうため息ついてるわ。うやう、この野郎、僕の大切な宝物を壊したな。やう、やうわー。ていうか、僕呼びなんだね、一人称。僕の友達を返せよ。なんか、僕の友達を返、なんか今のセリフ聞いたことあるような気がする。仕方がない。あれをやるしかないようだな。やう、あー、出た。これどうしようかね。報復悪するわ。弁償しよう。俺の体で払う。はどうするわ。落ち着け。それはただの骨だ。そんなもののために命かけてどうすんだ。これは良くないな、多分。待て、勝手に壊れただけかもしれんぞ。お前の宝物、直してやろうか。まあ、とりあえず罵倒しようか。落ち着け。それはただの骨だ。そんなもののために命をかけてどうするんだ。やう。お前、よくも侮辱したな。容赦なく蹴られる。次どうしようかな。で、まあ、とりあえずとぼけるか。オッケー。待て、勝手に壊れただけかもしれんぞ。やう、お前に王の資格はない。死ね。まあ、次告白するか。じゃあ次弁償しよう。俺の体で払う。やうや、ならば死ね。わかってた、よかったわ。じゃあ最後交渉するでやってるっぽいね。オッケー。お前の宝物直してやろうか。やう、聖四郎選手、海選手の装飾品を直せると持ちかけています。いや、な、なに、あう、いやーや、嘘だ。ほう、竜宮レナだ。壊れたものは二度と元には戻らない。やう、やう、そんなことができるのは神様だけ。お前が神様だとでも言うのか。まあでも今の技術なら直せるんじゃないかな、多分。あう、これ以上海を愚弄するのはやめろ。おう、よかろう。なんか仙人みたいな。やう、ならば見せてやる。よく見ろ、これは俺の親指だ。え、なんかグローブつけてるけど。で、ズボッと親指を外した。え、そしてこう親指を元の位置にくっつけて。どうだ、元通りだろう。うわ、なんかあったわ。変、なんか手品みたいなやつじゃないのそれ。まあこの部族には知ら、部族の人たちは知らないんだろうな、その手品は。おお、なんか感心してるわ。お、戻った。うわあ、あれゴンさん状態じゃないんだ。やう、なんだこれ、すごいな、聖四郎すごいな。あう、や、やう、どうやって、お前は何者。やあ、うわ、う、術師か、祈祷師か。いや、お前まさか、いや、神様だったのか。あやう、あうやう、うう、よかった、僕の友達が元に戻る。う、海がいいやつすぎるな、めっちゃ友達思いだけど。やう、う、か、神様、あの、もう一つお願いがあるんだけど。あう、僕、神様の子供が欲しい。おっと、これはなんかすごい展開になりそうだけど。あやーや、神様の子を授かったらきっと僕たちの部族はもっともっと強くなる。なんか、サイヤ人みたいな感じじゃない？なんか、強さを純粋に求めていったな。うやー、にひひ、なんか、急に笑い始めたけど。そして毎日みんなで、森で歌ったり踊ったり、狩りをしたりできる。
ニヒヒヒヒ。楽しいのかな、それは。何を言ってるのかさっぱりわからん。だが、断る。お、断った。いつも通り断る。うわ。奥義、ドキュンバキューム剣。っていうか、審判が訳してやれよ。にゃー。俺、審判どうした？勝負あり。勝者、聖志郎選手。心配するな。お前の首飾り、大事な友達は必ず直してやる。だがこの試合の勝者は俺だ。あう、やう、か、神様は、悪い神様。あれ、悪者扱いされてるけど。バタ。さて、お仕置きの時間。なんだ、ん？おう、よかった、クリアだ。これでクリアだね。意外とグッと呼んでもいけたわ。